强国，强国屹立于世界民族之林。一強体制を確立した中国習近平国家主席が掲げる大国外交。今アフリカでも軍事面での進出を強めています。東アフリカに位置する人口90万の国ジブチ。アフリカ有数の巨大な港を抱えるジブチ。如今这个北通苏伊士运河东向亚丁湾的亚欧非的海上要冲，成了美中两大强权势力之争的新战场。こちらジブチで始まったアメリカ軍主導の合同の演習、周辺のアフリカの9つの国も参加しています。2週間にわたる演習にはケニアやソマリアなどの部隊も参加。会場で不審船を突き止め、乗り込んで制圧する訓練などを行うことにしています。今周辺国の間で特に不安が広がっているのがソマリア情勢。アルカイダとつながるイスラム過激派組織アッシャバーブの動きが活発化しているからです。拠点とするソマリアだけでなく、15日には隣国ケニアの首都ナイロビで大規模なテロ攻撃を行い21人が死亡。現場周辺には日本人を含む外国の駐在員も多くいました。さらに最近では中東で行き場を失った IS イスラミックステートの戦闘員がアフリカに流れ込んでいることも懸念されています。今回の演習にはテロ対策のほかにもう一つ狙いがあると見られています。アフリカ進出を加速させる中国への対抗です。去年11月、中国軍はジブチで実弾を伴った大規模な訓練を実施しました。中国も一昨年から国外初の巨大な基地の建設を進めています。基地の周りを回っても万里の長城を思わせる分厚い外壁に阻まれ、内部を伺い知ることはできません。ものすごい広さですね。離れた高台から観察すると、敷地内には司令部が入るとみられる建物やヘリコプターの格納庫とみられる建物の屋根が確認できました。中国は基地の目的について、周辺海域での海賊対策や救援など国際貢献のためだとしています。一方で専門家は、一帯一路を進める中国が基地を軍事拠点にしようとしているのではないかと指摘しています。習主席が唱える壮大な国家戦略、一帯一路、アジアとヨーロッパを陸と海でつなぐ巨大な経済圏構想です。アフリカやヨーロッパ市場を結びつける連結点として、この地下貯蔵庫には最良の弾薬や巡航ミサイル、対艦ミサイルなど非常に能力の高い兵器を格納できます。こうした武器は普通は海賊対策には使いません。中国がこの基地を平和維持だけではなく軍事活動を支援する目的にも使う意図が伺い知れます。これに対し先月、アメリカのトランプ政権は新たなアフリカ戦略を発表。 China uses bribes, opaque agreements, and the strategic use of debt to hold states in Africa captive to Beijing's wishes and demands. アメリカの研究グループの調査では、2000年から2017年までに中国がアフリカ各国に貸し付けた金額は日本円で合わせておよそ15兆円に上ります。然而此时的非洲已经不可能没有中国大陆了。演習初日の式典にはジブチに駐在する中国の人民解放軍の関係者も招待されました。
演習の式典では米中の関係者はすぐ近くにいながらも握手は愚か目も合わせないような態度で正直ここまで露骨なのかと驚きました。アフリカを重視していたオバマ政権からトランプ政権へと変わりアフリカへの関与が弱まる中中国の存在感が際立っているのです。一帯一路を通して関係を深めていく中国とアフリカ。経済面では2000年には1兆円ほどだった中国のアフリカとの貿易額、2014年にはおよそ23兆円にまで増加しました。Djibouti is one of the hottest, driest places on earth. Vast areas are semi-arid desert. There are no natural resources. 在1977年脱离法国殖民独立之前，法国不曾在吉布地有过重要的投资。即便以北约为主的美军在当地有军事基地，作为东非与也门反恐行动的大本营，但也只是缴交很少的租金。但是中国人来了之后就不一样了，解放军在这里设立基地，作为亚丁湾护航的后勤保障，但更多的是投入吉布地的基建。过去法国殖民期间没做的建设，大陆人都做了。重建后的吉布地多哈雷港，年货物吞吐量708万吨，20万个货柜，建了连接伊索比亚的铁路，延伸港口在东非的腹地，并建设非洲最大的跨境供水工程，解决吉布地常年干旱缺水的问题。中国大陆协助成立的多哈雷港自贸园区也已经落成剪彩，园区将利用吉布地的港口区位优势，发展加工、物流和转口贸易。今年7月、習主席はアフリカを訪問。就任以来すでに4回を数え、アフリカ各地でその存在感を示してきました。中国大陆对非洲的重视，早在习近平上台之前就已经开始。中国は外相の新年最初の訪問先として、28年連続でアフリカを選んできました。今年訪れたのは、人口20万の島国、サントメ・プリンシペ。台湾との外交関係を断ち、おととし中国と国交を結んだ国です。面对美中在非洲的势力之争，日本 NHK 下了如此的评论。中国が目指すのはアメリカを超える超大国。政治経済面でアフリカ54カ国と密接な関係を築いて世界に新たな秩序を打ち立てようとしています。